はい、カボシ TV ユージです。いつもご視聴、たくさんのコメント、アドバイス本当にありがとうございます。今日もとても寒いですけど、今やっと日が上がってきた感じで、でも風はとっても冷たいですね。またなんか寒波が来るようで、雪が降りそうな雰囲気ありますね。今日はですね、まあ今年は絶対やろうと思ってた駆動石灰ね、カボスに駆動石灰をやっていきたいと思います。うわ、風強いで、以前の動画でキュートな先生にカボスの木を見ていただいた時に、あのマグネシウム欠乏してるということで、葉っぱが黄色くなってるんで、今まで生木はね、あのまあ私の親世代の方が植えたやつで、もう昔の方って植えっぱなしなんで何も手入れもしてなくて、多分駆動石灰とかやったことがないと思うんで、まあ、今年はぜひやっていこうかなというふうに思ってます。で、まあ巻き量は今先生に聞いたら、まあ、10アールあたり何キロというのがあるんですけど、まあ、大方目安1本に1キロぐらいの目安で、巻けばいいということなんで、まあ、それぐらいの目安で巻いていこうと思うんですけど、まあ、今あいにく石灰が50キロしかないんで、まあ、50本分ぐらいしか巻けないんですけど、まあ、生木を中心にちょっと巻いていこうかなというふうに思ってます。で、苗木の方も巻くといいんですけど、また苗木の方はまた駆動石灰準備してから、巻こうというふうに思ってます。で、巻く前に、もうこの軽トラね、もういつもこうフォークとかアメリカンレーキとか草刈り機とかいろんな道具をいつでも使えるようにちょっと積んでるんですけど、先日あのクジラさんと初詣行った時も、まあ、何やらいっぱい積んじゃるなって、でこの状態で買い物とかも行くんですけど、もう結構ぐちゃぐちゃで、こういうふうにやっぱり露出してると盗難とかにも遭うといけないんで、今日は石灰撒く前にここにフォロシートを貼ろうかなというふうに思ってます。これまたね買いました。なんかホロシートって結構丈夫なやつで重たい気がするんやけど、これ軽いんやな、大丈夫かな。値段も安かったよな、3136円、安かったから買ったんですけど、ちょっとえらい軽いんで心配なんですけど、開けて見てみましょう。開封。はい、でこれね、こういうやつ、赤色の軽トラックシートです。今までありそうでなかったカラートラックシートって、赤色を買いました。規格が 1.9m の 2.1、 全然寸法とか測らずに、もうなんか規格のような感じだったので、もうこれを買いました。じゃあこれを早速つけていきましょう。はい、じゃあこれ開けていきましょう。なんかホロシートって結構分厚くて重たい感じがするんやけど、飛んでかんのかな、大丈夫かな。これをつけていきましょう。でも素材的には割としっかりしてますね。よく運送業で使ってるフォロシート、ああいうのに比べればそれは全然ちょっと安っぽい感じやけど、まあ軽トラぐらいならいいかなっていう感じですね。こんな感じやな。ちょっとなんか幅がこっちか、こっち方向か、あ、こっち方向やな、こうやな。これでもゴムがないとダメやな。あら、ゴムバンドは入ってませんち書いちゃうのか。ゴムバンドはどこに売りよんのかな。またアマゾンで買うか。やっぱゴムじゃねえと悪いわな、普通の紐は悪いわな。まあこれはダメやな。じゃあまた次回にしましょう。はい、なんかいらん時間を使ってしまいました。またゴムを調べて注文しましょう。じゃあ今から駆動石灰巻いていきましょう。はい、じゃあ今から巻いていきましょう。いや寒い、寒いけど頑張っていきましょう。はい、カボスの葉っぱですけど、もうこういうふうに黄色くなってるんで、こういうのは
あの先生がマグ血になってるっていうことなんで、これを解消していこうと思います。去年からね結構葉っぱが黄色いなと思ってて、この時期ね。でまあ先生に聞いたらこれはマグ血ですということですので、まあ今年は絶対苦労石灰巻こうかなというふうに思ってたんで、今日はこれやっていこうと思います。まだカボスなってるね。これはもう霜に打たれて中はスカスカですね。はい、それじゃあ苦労石灰巻いていきます。まあ1本あたり1キロぐらいの目安っていうことなんで、まあ本当先生はあの10アールあたりどれぐらいっていう情報をいただいてたんですけど、ちょっとよく分からなくて、分かりやすいように1本あたり1キロぐらいっていうふうに大まかにね、あの教えていただきました。じゃあ巻いていきましょう。まあ、これはあの巻きすぎるのも良くないらしいです。本当は先生はあのちゃんとペーハーを測って巻くのがいいって言ってたんですけど、じゃあこの上ねやっていきましょう。はい、じゃああの奥行きましょう。はい、終わりました。結構余ったな。余ったから苗木にも巻いていきましょう。で今年2021年は、ここをもうちょっと整備 したいっていうのと、あの今まで手つかずだったところがね、まあもったいないんで、せっかく結構いい実がなってて、ただやっぱり黒点病とかひどく出てるのと鹿の被害も出てるっていうのがあって、まあ、その辺をしっかり整備しようっていう目標があるんで、この圃場はもう昔ね、ここに椎茸原木入れたりいろいろしてて、もう散らかり放題なんで、今年の収穫の時もすごく大変でした。足場が悪くてね、なかなかうまく草が枯れなかったっていうのがあって、収穫の時に足場が悪かったっていうのがあるんで、まあその辺をしっかり整備しようっていうのがあったんで、鹿もちょっと結構入って、鹿はね以前被害があって、トレイルカメラとかも設置したんですけど、あれからピタッと鹿が入らなくなって、どういう加減かわからないんですけど、まあ電柵をしっかり整備したっていうのもあるんでしょうけどね。幸いなことに今鹿も出てなくて、鳴き声とかもしないんで、ちょっと山の上の方に上がってるんかなっていう感じもしますけど、もうまた出てきますんで、しっかり整備していこうかなというふうに思ってます。じゃあもう余ったやつは苗木の方に巻いていきましょう。
はい、ここはずっと放置してた大岸ね、チャレンジしたところ、あそこの畑です。ここなんで私今回来たかというと、苗木も2年目の苗なんですけど、ここ非常に風が当たるところで、先生からのご指導で、寒さはいいんですけど、風が当たるところはちょっと葉っぱが弱るっていうかな、葉っぱがくるんと丸まる現象が起きるっていうことで、まあその辺ちょっと注意してくださいというご指導いただいてたんで、でここに来てちょっと様子見ようかなというふうに思ってます。2年目なんで、まあ、ここにも駆動石灰あげていこうかなというふうに思います。1年目のところは植える時に駆動石灰入れてるんで、そう焦らんでもいいかなというふうな感じなんで、ちょっと余った分はここのカボスの苗木を様子見ながら、ここに駆動石灰入れていこうかなというふうに思ってます。苗木の方がどんな感じか見てみましょうか。そういう現象が起きてないかね。はい、見た感じこう大丈夫そうなんですけどね、なんか葉っぱが結構くるっと丸まるっていうふうに先生は言ってたんで、大丈夫かなっていう感じですけどね。まあこの辺はみかんハモグリガの被害の跡ですよね。あ、この辺もちょっと丸まってんのかな。この辺も結構立派な枝が出ましたよね。これ大丈夫かなっていう感じです。ちょっと観葉病が出始めましたね。はい、どうなんだろう、この辺がそうなのかな、この辺がそうか。ちょっと葉っぱが黄色いな。これなんか私の見る感じ風にやられてる感じはないんですけどね。ちょっと全体的に見ていきましょう。あ、これ真っ黄色やな。これはなんか割れてますね。これ、あ、こういうのかな、こういうのかなもしれんな。はい、大丈夫そうですね。ここ結構風が当たるところなんで、まあ、今後も十分注意していきましょう。今から駆動石灰を撒いて作業終了にしましょう。はい、それじゃあ駆動石灰撒いていきましょう。はい、終わりました。今日はちょっと寒かったけど、気になってたところがやれたんでいいかなというふうに思います。あと駆動石灰足りなかったんで、またちょっと買ってきて
負けてないところは巻いていこうと思います。風の影響もちょっと出てない感じなんでちょっと一安心ですけど、昼間で作業は駆動切開をやる動画になりましたけど、ただ軽トラのホロ、あれゴムを工事来ないかな、コメディに売りよんじゃろうかな、楽しみにホロ広げたんやけど注文仕方が悪かったんよな。ゴムをまた購入してあれもつけていこうかなというふうに思ってます。ということで午前中作業はこれにて終了したいと思います。もしよろしければチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンどうぞよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。